どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、エポスカードの解約のお知らせということで、ちょっとこちら速報でね、やっていきたいと思います。本日はね、短い動画になりますので、ご了承ください。なんとですね、6月30日にエポスカードの還元率のね、解約の発表がされました。ちょうどね、1週間前ぐらいにですね、私の動画の方でリボ払いの設定と臨時増額を行うことをして、手数料なしにしてね、このエポスカードの還元率を 0.5% から 1% に上げる方法っていうのをね、解説動画ね、上げさせていただいたんですけども、こうすることによってね、基本還元率をね、 1% に上げることができたわけなんですけども、この還元率を上げる方法をしたとしてもですね、今後は、還元率が上がらないっていうね、仕様に変更となるという発表がされました。公式サイトのね、画像ちょっとここら辺に出しておきますけども、2020年10月1日より1回のご利用料金200円ごとのポイント加算を下記の通り変更いたしますということで、2020年9月30日までは1回2回、ボーナス払いに対しては200円につき1ポイント。リボ分割払いに関しては2ポイントということで、ここをね、先日の動画ではね、取る方法っていうのを解説してたわけなんですけども、2020年10月1日以降は、1回、2回、分割払い、リボ払い、ボーナス払い、すべての支払いに対して、1ポイントっていう風になります。なお、特別に提携している加盟店はポイントが別途加算されますということですので、エポスカードに提携しているねお店がありますんで、ここは覗かれるんですけども、基本的なお店で買い物した場合にはね、全てこちらが適用されるということで、200円につき1ポイントが固定っていう感じになるわけなんですよね。ですので、100円換算にすると 0.5% の還元率が一律付与という形になってしまってですね、残念ながらですね、還元率が全体的に 0.5% 落ちてしまうっていう形になりました。これが開始されるのは10月1日以降というふうになりますんで、9月30日まではね、今まで通り利用できるわけなんですけども、10月1日以降は200円につき1ポイントが固定っていうふうになります。いや、本当にこれね、本当に残念なんですよね。エポスカードはですね、選べるポイントショップとかね、100万円利用するとボーナスポイントとかいうのがありまして、最大還元率でいうと、3% を誇る、クレジットカードなわけなんですよね。こちらの獲得したポイントのね、出口戦略として、ANA マイルにね、高レートで交換できる定期エポスゴールドにね、変更することによって、 ANA マイルの還元率は最大ね、卓上 2.1% が可能だったわけなんですけども、この選べるポイントショップだけでね、全部を支払いするっていうのはね、選択肢はかなりあるんですけども、現実的ではないので、それでもね、 ANA マイルの還元率は1.7% ぐらいまではね、取れるのではないのかなっていうふうに見込んでたわけなんですけども、今回のね、この 0.5% 還元率が落ちるのが確定したことによって、残念ながらね、 ANA マイルを貯めるクレジットカードとしては消えても 1.2% ぐらいになるのではないのかなということで、今後ねお勧めできるっていうね理由がなくなってしまったのではないのかなっていうふうに思います。私もですね、この還元率を得るためにですね、エポスカードからエポスゴールドカードへのインビテーションもらい、ちょうどね、ゴールドカードを今受け取った状態で、私ね、怪我をしているもので、外に出れないものですから、怪我を完治したらですね、JK ポスゴールドにね、九州の方まで出向いて、切り替えるつもりだったわけなんですけども、ANA マイルのね、クレジットカードのインカードとして、還元率を考慮するとですね、今後ね、ちょっと考えていかなきゃなっていうふうに、思うわけなんですよね。一応ね、マイナポイントっていうのがね、ちょうど7月1日から決済サービス登録が始まりますので、この点でね、もしかしたら切り替え自体は行うかもしれないんですけども、ここら辺のことをね、検討して決めていきたいなというふうに思います。いや、昨年ね、三井住友カードの ANA カードですね、還元率変更がね、発表されて、2021年以降ですね、ANA ビザワイドゴールドカードであれば、今現時点は 1.648% なんですけども、
それがね2021年以降は最大で 1.35% で、まあ、それを受けてねこの JQ エポスゴールドカードっていうのは、まあ、私の中で脚光を浴びたねクレジットカードであったんですけども、こんな形でね解約が発表されるとね正直思っておりませんでしたね。まだあの三井住友カードの還元率がねまだ発表されてますけども、これが実施されるのは2021年2月以降だったかな、だったと思いますんで、まだ始まる前にしてねこの JK エポスゴールドカードの解約が発表されてしまいましたので、今後ねまた ANA マイルを貯めるメインカードっていうのをね考えていかなきゃなっていうふうに思います。まあ、今回の動画ではですねちょっと取り急ぎ解約の速報をさせていただきましたので、まあ、ちょっと今回の動画はねこんな感じで短くなってしまうんですけども、またね ANA マイルを貯めるメインカードで探していきたいと思いますので、また動画ね見ていただければなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私の動画ではですねこういった ANA マイル、JAL マイル、クレジットカードお得情報、マリオットボンボンホテルのことなんかね発信しておりますので、チャンネル登録してない方はぜひねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。一緒にね、マイル貯めていけたらなっていうふうに思います。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。